なかなかエメラルドのところに今日はいい形でボールが回ってこないですよね。さあチャンスになりましたよ。松尾くそのワンと一度切り返した右足のシュート、いやー巻ききれず、引きつけて引きつけて切り返しましたけどね。はい、ここ皆川ですかね、皆川ですね、うまくヘディングでフリックしてこの切り返しのことでしたけどね。一味の気持ちは十分わかりますね。これね、松尾ゴールしか見てなかったですからね。いい形で引きつけて切り返しましたから、もう少し落ち着いていろんな選択肢持ってプレーしてもよかったかもしれませんね。